30分使いますけど、はい、で指の関節を使ってですね、このように施術を行うのが、世間の足つぼです、はい、でもこれでも結構痛いですね。あ、そうですね、痛気持ちよいと銘打って顔色を伺いながら、はい、心地よさを大切に行って、でなんかゴリゴリっとするところがあるとちょっと痛い思いするもんですから、痛いですね。あ、そうですね、はい、腸がお疲れですねと胃がお疲れですねと。嘘なんですよね。うん、作り話です。サンタクロースみたいな話ですけどね。こういった道具を使いますね、はい、こういった道具が出てくるところはほとんどないです。痛いですから。はい、うん、なんかやばい音がある。で少し軽く圧をかけると、なんかね、痛みの引き金になってるところが必ずですね、こうゴリゴリっとするわけですね、はい、うん、これがですね、まあ、老廃物と呼ばれるものですね、はい、まあ、聞いたことあると思うんですね、まあ、血液中のゴミです、はい、うん、でこのゴミがですね、まだ若いんですけどね、足底にはですね、びっしり溜まってるんですよ、はい、でそのゴミ掃除をしたいとっていうのがですね、痛い思いするですね、理由になりますね。で、まあ今日までですね、まあ早い話ですね、歯磨いてことがないような状態ですからね、パカッと開けてみると、はい、まあね、歯石みたいなんですね、世界化したゴミまみれですからね。で歯医者行ってですね、歯石をこう取り除いてもらうのですね、やってること自体は一緒です。痛い痛い痛い。でこのゴリゴリする老廃物がですね、あんまり毛細血管が回ったんですね、はい、足底を中心にこう溜まってしまうとですね、これどん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 年々溜まっていくんですね、はい、掃除しないんですから。そうです ね、血液の循環がですね、物理的に足裏中心に悪くなるんですね、はい、血流が悪くなるといった話でして、こちら観測法の本のタイトルにもありますね、はい、足の汚れ、かっこ沈殿物、ね、足の裏に溜まったあのゴリゴリする老廃物がですね、そもそも万病の原因だとですね、そのように東洋医学では考えるんですからね、観測法の方でですね、はい、で血液の循環をですね、遮るですね、物理的な障害物がですね、はい、この足底に溜まってるんだったら、そんな邪魔な障害物はですね、力技で取り除くと、はい、いうのがですね、中国人にとってみれば当たり前の発想になります、はい、うん、あ、いただだだだだ、ね、仏教の日本やですね、キリスト教の西洋ではですね、考えられないんですけど、はい、いででででいででで力技でですね、対応しようというのはですね、まあ、中国にはそういう考えがあります。あ、痛い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 ですね。痛いですよ。そうです。で人間社会で力を行使するとですね、大概ですね、痛みというストレスが生じるわけですね。でこのストレスをですね、まあ、理性の力で抑圧すると、ぐっとこらえるとですね、体調悪化するんですよ、うん、ストレスに対してですね、我慢してですね、体調は良くなるわけない。痛い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 。そんな調子で中国人の師匠はですね、じゃあどうなるかといったらですね、まあね、ブルースリアじゃキーチェンが言ってるんですけどね、考えるの感じろという話になりました、ね、まあ本能に従うですね、感覚に従いという話です。痛いものは痛いと口にしてですね、暴れてみるということですね。ね、頭をポカンとさせるということですね。まあそんな調子です、うん、体の望むままに。痛い痛い。痛い。体の要求に従うとですね、ごめんなさい、トリコさん、はい、
まあですね、はい、多分です左右に揺れ始めます、そのうち、はい、あるいは体がねじれてくるかもしれません、はい、で非常に感情が豊かですね、はい、あそういったものが出てきます。いない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 そんな調子でね、もう伸び伸び出てる。痛い。痛い。痛い。痛さだだだだだだ。ねえねえ無理とね。痛い。うん、大丈夫そうですね。痛い痛い痛い大丈夫じゃないです。痛い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 
感じですね。まあびっくりするぐらい痛かったと思います。痛いです。足の裏ですね。まあ高くて柔らかくなったと。施術する前ですね。ね、ヒヤッとしてね、硬い感じですけどね。ね、暖かくなったと。ね、血色も良くなったと思うんですよ。だったらいいんじゃないかと。ね、家庭を置いといてね。頑張ります。でもまあ鳥子さんもね、まあ、ある程度痛いとは知った上ですね、はい、来たわけですね、はい、痛っこれでもね、一応世間よりは強いぐらいです。痛いです、うん、でね、あんまり痛がるとね、すぐ優しくやってくるんです。指の腹でやるようなやり方もあります。リフレクソロジーとか。あ、そうですね、そうですね、なんか西洋のイメージが強くなると優しいです。キリスト教を発揮します。痛みは絶対悪と。痛いのはいいですね、うん、でもですね、中国はそんなことは知ったことじゃないんですよ、はい、うん、痛だ、キリスト教も仏教も根付かないと、はい、ね、そんなと、ね、高い道徳はですね根付かないのがですね、中国という国ですね。痛い、
痛たたたたたいったあ痛い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 強い方ですよ。いやいやいや痛い痛い痛いです。うん、まあ、痛いです。痛い。あとはまあ伸び伸び受けると。痛い。痛い。
足首から下以上です。やれお水飲んでいただいて。ああ、これ大体老廃物は尿と一緒に出てくるんですからね。水分取れば取るほど、まあ、お手洗いが近くなると。